せーの、悪い男はブロー、いい男にはそこ、サーブレシーブランディダブルハートトリック、始まります。このコーナーはネットエダ徳島の提供でお送りします。前回出演の美咲ちゃん、あやなちゃんから、FC 徳島応援ガールの2人に伝言が届いております。まず1つ目、美咲ちゃんからココちゃんに、どんな方法でリラックスしてますかという伝言です。はい、私はいい匂いが好きなので、うん、自分の好きな匂いをこう部屋に充満させて、めっちゃ深呼吸したり、うん、ワンちゃんの匂いが本当に好きなんですよ。だからワンちゃんの足の裏の匂いと首のよだれがついた匂いをスーッと嗅いで撫でてするのが一番リラックスです。へー、あ、そうなんだ。はい、あやなちゃんからしずきちゃん、はい、大人っぽくなる方法を教えてくださいということです。これはちょっとあんまりわからないんですけど、多分髪型かなって思うんですけど、と前髪を作ってなくて、センター分けにしてるので、あとそれでなんか大人っぽく見えるのかなって感じです。確かにね、あの前髪があるだけでちょっと幼く見えますもんね。はい、しずきちゃんのセンター分けですから。でもあのロングで髪を下ろしてるからまたそれも大人っぽいかかなと。おお、じゃあこれを聞いて、もしかしたらあやなちゃんは次会う時センター分けしてるかもしれないよ。かもしれない。さあ、そして前回出演のリケイちゃんとココちゃんから2人に、あやなちゃんとみさきちゃんに伝言が届いております。ココちゃんからみさきちゃんにも、一番好きなアニメや漫画はありますかという伝言です。どうですか？はい、そうですね、いっぱいあって、ちょっとどれ言おうかなってすごい悩んだんですけど、うん、昔からすごく好きなアニメがあって、うん、それがあの野球アニメのメジャーっていう。懐かしい。懐かしい。うんうん、はい、めっちゃ好きで。どこが好きなの？そうですね、キャラクターが面白いところとか、うん、あとストーリーもなんか、もともと野球そんなに知らなかったんですけど、それでも見てて面白いなって思えるところがすごく好きで。なるほどね。ぜひね、ココちゃんにも見ていただきたいですね、メジャー。はい、うん、ケイちゃんからあやなちゃんには、明日はもし地球が終わるとしたら何をしますかという伝言です。はい、もうこれは聞かれた瞬間から思ったんですけど、美味しいものをいっぱい食べたいです。なるほど。あの前回ね、あやなちゃん、はい、なんて言うと思うっていう話をしたら、はい、焼肉食べるって言うと思うって言ってたんだけど、あの穴がち間違ってなかったね。はい、近いです。正解です。美味しいものを食べたいということで。はい、プライドないけん。1しか求めてないからね。この差あるから。稲田石さん。嫌だけど、これ抜かれる方が。大丈夫、ついていく、ついていくから。岸本さん。いいよ、助けたいやろ。これで負けるの嫌だけど。トップチーム。村田さん。林さん。原さん。チームも。
ちょ、ダメダメダメ。岡田さん、藤原さん、竹内さん。ちょ、行くよ。じゃ、行け、早い、行け。行け、頑張れ。行け、負けるな。はい、行け、行け。はい、行け。お願いします。行け。しんどい。行け行け。